岡選手サービスの時に吉山選手レシーブ長いサービスもしっかりとこう対応したので、ここで吉山選手ここ逃げ切りましたね。ただラリーの中で非常にこう見応えのある試合ですね。ラリーがありましたね。及川のあのバックハンドストレートも何本かありましたよね、はい、ありましたね。まあ、両方と増やしていきたいところですが、はい、さあ最初のゲーム追い上げた及川選手及ばずでしたけれども、今日はどこに行ってくれるでしょう。すぐに具体的に指示を送っているようです。レシーブの YG もあるんですよ。アドバイスですね、はい、最初持ち上げてくるからしっかり狙う、サーブだけしっかり気づかないと。元日本代表監督でもあります倉島総監督、今日試合前の練習でも結構あの岡山の選手とも話をしているようなシーンもありまして、はい、そうですね、結構印象的でした、はい、セカンドゲーム及川トゥースター、この下のスター東京は連覇を狙う今シーズンです。そして岡山は、まあ、初年度以来のプレーオフ進出をまずは目指していきます。第3マッチの第2ゲーム、最初のポイントは吉山、レシーブから4球目がいいですね。チキータをしてからの4球目、総監督に拍手を送ってみます。早めにこう YG サービス、違う種類のサービスを使うことによってこうちょっと迷いも、はい、生まれてきますので、早めに YG 使ってきましたね。おー、ストレート、うん、吉山選手もいいですね、はい、第2ゲームも序盤この吉山がリードを奪っていきました。吉山選手サービスで及川選手のレシーブも今第2ゲーム一緒にこう工夫していたんですけれども、こうしっかりこう対応できてますよね。2、3、なんとか返すことができましたね、はい、YGサービス。レシーブも早かったですね。そうですね、はい、4-2でファウルの間ができます。第1ゲームも第2ゲームもこう吉山選手がこう先に攻めるこういうドライブに対してまだちょっと及川選手がこうタイミングが合ってないですね。こう思ったより回転がかかっているのかもしれません。ストレートへフォアハンドです。やっぱり修正してきますね。この強烈フォアハンド、フォーオールです。追いつきました。少しずつこう台との距離感も合ってきました。吉山選手がつないだボールを攻める、そしてサーブ2本です。及川よれ、バックハンドストレートはオーバー、入れば点数になってましたけどね、
本ずつこう相手との駆け引きであったりですね、こう考えながら両選手ともプレーしてます。チキータをさせてしっかりと狙ってますね。ああもうしっかり相手にさせて、はい、それを狙っていこうという組み立てだったんですね。もう男子の選手はチキータをさせてからの展開といったところも考えてありますね、はい、吉山選手もサービス変えました。 YG サービス、深いレシーブ、シックスオールです。思ったよりボールが深かったですね。エンドラインに回転かけました。少し悔しがった表情がありました吉山でした。サービスの時にお互いにこう考えながらですね、こうプレーしていますね、はい。まあ、YG サービス含めてしっかり相手を見てプレーしています。わずかにオーバーです、はい、ボールもなんかもう半分ぐらいですかね。何センチ数センチ、もう軌道は決まったかと思いましたけどもね、はい、わずかに出ました。食らいついていっています。第1ゲームの時より及川選手バックの時ですね、しっかりとこうスイング、自分のスイングができつつあるので、まあ、ここで逆転したいところですね。及川選手フォアで打っていきました。及川がリードを奪っています。少し読まれてましたね。 YG サービスの長いサービス、さあどうするかですね。レッドです。今及川選手レシーブ迷って第9点落ちたところですね、3球目攻撃、とも難しいコースをついてきました。8、はい、オール、サーブは及川。ここまで来るともう読み合いなので、はい、何を考えているのか。フォアで狙ってますね。積極的にフォアで攻めています。はい、ここからの1本が非常に大事になってきますので、これでいこうという及川選手気持ちが出てますね。あともう1本どうするかですね。ネットインしました。ネットインして吉山も手を挙げて上げまくりました。吉山選手サービスでしたね、はい、先ほど YG の長いバックに長いサービスで打たれているので、出すのであればフォア前かなと思いますね。そこを及川がどう読んでくるかですね、はい、少しでも甘いレシーブだと3球目攻められますからね。何を選択するか。お前
運んでいった、大島です。こういった気持ちの強さ出てますね。吉山選手も1本こう攻めたんですけれども、次繋いでしまったのここですね。ここがもったいなかったです。すかさず及川選手が回り込んでドライブしましたね。ゲームポイント及川。テンオールです。落ち着いてますね。及川選手が台から下がったのを見てコースを変えました。ここで一本勝負、及川選手何を選択するかですね。キリギは最終ゲームとビクトリーマッチ以外はデュースはありません。テンオールの時は次のポイントを取った方がそのゲームを取ることができます。キータの精度を低くするためには縦回転のフォア前が多いですけどね。長いサービスもうまく対応してますからね、吉山選手。おー、チキータ、はい、第2ゲーム取ったのは吉山です。これで2ゲーム連取となっています。最後の選択いかがでしたでしょうか。はい、勝負いきましたね、吉山選手。バックだと及川選手狙ってました。フォアに行きましたね。最後の選択、この一本勝負はどちらが有利と。